五幕の序上劇、ペレアスとメリザンドは、クロード・ドビュッシーが完成させた、唯一のオペラである。台本には、著名な象徴派の詩人モーリス・メーテルリンクの同名の、戯曲、ペレアスとメリザンドが、ほぼそのままの形で用いられている。1893年に着手され、1895年に一時、中断されたものの、1901年に作曲を終え、1902年に、 オーケストレーションと最終的な改定を済ませた。1902年4月30日にパリのオペライコールコミック座でアンドレ・メサジェの式により初演された。日本初演は1958年11月28日東京ケイホールにおいて古澤敏子他のソロジャック・ジャンセンの演出ジャン・フルネ式日本フィルハーモニー交響楽団によって実現した。 ペレアスとメリザンドは、王太子、ゴロの弟ペレアスと王太子妃メリザンドによる禁断の恋の物語である。本作の録音は数多く定期的に上演されているが、オペラ愛好家の間でも必ずしもすぐに理解できるような作品であるとはみなされていない。しばしば印象主義音楽のオペラと呼ばれるが、しかしこのような悲壮な見方は、 ドビュッシー自身が残した階段に立てつくものである。戦律法は、ムソルグスキーの影響を受け、伝統的なアリアとレチタティーボの分離が避けられ、両者が融合されている。つまり、フランス語の抑揚の変化がそのまま、ピッチトリズムの変化に置き換えられているため、歌うというより語るような戦律となっており、伝統的な意味での戦律的な要素は目立たなく、なっている。しかしこのような、 ドビュッシーの旋律概念の再発見は、その後のシェーンベルクのシュプレヒヒゲザングや、ヤナーチェクやバルトークの旋律法にも明瞭な影響を与えている。なお、第3幕第1話で、メルザンドが歌う、唯一のアリア的部分は、このオペラでは、私は日曜の正午の生まれという歌詞がついているが、これは、メーテルリンクの擬曲では初版にのみ載っていたものであり、次版以降は、 三人の盲目の姉妹という歌詞に改訂されている。フォーレとシベリウスの劇音楽はこの改訂版に基づいている。メシアンは、実著で、このオペラの第一幕第一場12小説に現れる、アイド長長の手話音上に、セブンド長長の手話音を重ねた和音を、ペレアスの和音と呼び、自身の楽曲分析に応用している。あらすじについては、原作美曲、 ペレアスとメリザンドの項を参照。通常の三巻編制演奏時間は約2時間半。ドビュッシーにとって10年越しのオペラであり、しかもそれがワーグナーへのアンチテーゼであることはそれ以前の音楽雑誌などでたびたび語られており、パリ楽団はこぞってこのオペラに注目していた。1896年にメーテルリンクの原作儀曲をもとに、 ロンドン公演を行うパトリック・キャンベルは、すでに作曲された断片による、不随音楽式の上演をドビュッシーに打診したが、ドビュッシーは完成されたオペラとしての上演に、こだわりこれを拒否、代わりに、ホーレがこの時の劇音楽を担当している。オペラコミックでないにもかかわらずこのオペラが、国立オペラ座ではなく、オペライコールコミック座で初演されたのは、古い伝統様式である、 グランドオペラへのこだわりをはじめとする国立オペラ座の悪しき球体制をドビュッシーが避けたためである。しかし、音楽とは全く別の意味でのスキャンダルは発生した。それは、オペライコールコミック座での上演決定後、原作者であるメーテルリンクが歌手である愛人のジョルジェット・ルブランをメリザンド役に推薦したことによるものだった。ドビュッシーは、その提案に賛同できなかったものの、 原作者に対して明確な拒否の意向を伝えないまま、イギリス人歌手であるメアリー・ガーデンを主役に起用した。これに憤慨したメーテルリンクは上演に反対すると脅しをかけ、さらに著作家協会の調停に持ち込み、以前メーテルリンクがドビュッシー宛に送った改変許可の手紙は白紙任状ではないと主張した。だが、結局メーテルリンク側の主張は協会によって、 退りけられた。収まりのつかないメーテルリンクは、その後も、ドビュッシー家に乗り込んで作曲家に暴行を加えようと、企んだり、また、フィガロ市場でオペラを断劾し、即座で派手な失敗を望むと書いた、公開場を掲載した。初演に先立つ、ゲネプロ当日には、劇場入り口でからかい半分の説明が書かれた、プログラムが配られ、第二幕、第二場で、メリザンドの、 ああ、私は幸せではないと歌うガーデンの英語なまりのフランス語に嘲笑や野ジが浴びせられるなど、騒然としたものとなった。だが、音楽への評価はその新しい作曲語法にも、かかわらず極めて好意的で、二日後の初演時には、聴衆の音楽への非難は全く発生しなかった。ワーグナーからの脱却を試みたオペラであると言われるが、一方で、特定の戦術が、 登場人物やその心情などを表すライトモティーフや明確なアリアなどを持たず一幕を公共曲の一つの楽章のように流動的なものとして扱うなど作曲語法的な面ではワーグナーの影響は大きい。しかし大行な節回しやライトモティーフの乱用による過度に説明的な音楽は極力避けられ美学的検知においては明らかに新境地の開拓に成功している。この ペレアスによってドビュッシーの印象主義音楽的評価が確立したと言っても良い。しかしこのオペラの筋書きはむしろ始まりと終わりの明確な印象を持たない象徴主義的なテクストであり、またドビュッシー自身は印象主義という言葉を必ずしも好まなかった。ドビュッシーの美学は同時代の絵画的印象よりも むしろ彼と交友ううのあったピエール・ルイスやステファヌ・マラルメといった文学にこそ近いものであった。これ以降、ドビュッシーの作風は明らかに変化し、例えばピアノ曲や歌曲においてもそれまでの前、世紀末的印象が強いサロン用商品から、より芸術的に資料深い作品組へと成長していく。ペレアス初演からわずか3年後の1905年、ドビュッシーは公共誌、 海を発表するが、ペレアスとのあまりの作風の違いとまたもや、私的スキャンダルによって、不評を買う。この時すでにドビューシーにとっては、ペレアスの作曲を始めた1893年から、作風の変化を遂げているのは、むしろ当然であった。オリビエ・メシアンは、少年時代のクリスマスプレゼントに、ペレアスの楽譜をもらって以来この曲に夢中になり、その作風に、 多大な影響を与えた。高年パリ音楽院で受け持った楽曲分析のクラスでは、ペレアスの詳細な分析を取り上げた。この授業に関する文書は、アルフォンスル・デュック社から全7巻で出版されている、メシアン移行集に収録されている。先方構成などごく一部は、我が音楽語法にも掲載されている。ポール・デュカスのオペラ、アリアーヌと、 青髭では、青髭校に遊兵された5人の目かけのうち、メリザンドと名乗る女性が登場し、主役の女性アリアーヌが、メリザンドの髪を褒めるというセリフがある。これは、もちろん、ペレアスとメリザンド第3幕においてメリザンドが、塔から長い髪を垂らすシーンを意識したいわば、パロディであり、そして、ペレアス冒頭においてメリザンドが、遠いところから逃げてきた。 途中で冠を落としてしまったというセリフにつながり、アリアーヌと同様メリザンドも青髭公の城から逃げてきたと思わせるようになっている。デュカスにとってこれは直接のメーテルリンクの儀曲への賛事ではなく、むしろデュカスの少年時代からの親友であるドビューシーへの賛事と言える。なお、アリアーヌの初演は、 ペレアスでドビュッシーとメーテルリンクとの対立の原因となったその妻ジョルジェット、ルブランイコールメーテルランクが主役を担当した。演奏海用作品として、ペレアスとメリザンドによる公共曲と題する複数の編曲作品がある。アンドレ・メサジによるものは三楽章構成、マリウス・コンスタンによるものは単一楽章である。共に、いくつかの CD が市販されている。 ドビュッシーは、娘の溶接により直接の子孫は途絶えているが、親類の家系のうち4世代後は、ペレアス・ドビュッシーと名付けられている。昭和音楽大学オペラ、研究所オペラ情報センタールシュール P206 から207、P214 から217、松橋 P84 から85、松橋 P87 から91。ありがとうございます。